イブラヒム・タンコは、ガーナクマシ出身の元サッカー選手、サッカー指導者。1994年、17歳で、ドイツへ渡りボルシアドルトムントへ入団。9月24日の VFB シュットガルト戦で、ブンデスリーゴ初出場。これは、塗りヒ品、ラースリッケンに次ぐクラブ史上3番目に若い、出場記録である。入団1年目で14試合に出場し1ゴールを、記録。 リーグ優勝獲得に貢献した。ドルトムントには6年半在籍し、その間クラブは UEFA チャンピオンズリーグ優勝などいくつものタイトルを獲得したが、タンコ自身は度重なる負傷やトラブルなどで定位置をつかむことができなかった。1998年頃からはカブリーグに所属するリザーブチームでの出場が目立つようになり、2000年にはシーズン途中に 大麻吸引疑惑が持ち上がり、本人もそれを認めたことから、クラブから解雇された。2001年1月 SC フライブルクへ移籍。移籍後4戦目にはゴールを挙げるなど、上場の滑り出しだったが、膝を故障し戦線離脱。クラブも2部へ降格した。フライブルクでは先発出場の機会も増え、2005年、2006年シーズンには、自己最多の27試合に出場したが、 翌年は一試合の出場に終わり、30歳で現役を引退した。現役引退後、2007年からドイツ4部リーグに所属するフライブルク2のアシスタントコーチに就任した。2009年、トップチームの監督を務めていたフォルカー・フィンケが、浦和レッドダイヤモンズの監督に就任したことに、伴いカルステン・ナイチェルと共に同クラブのコーチに就任した。二千十年、 フィンケと共にコーチを退任した。ありがとうございます。